さん、プレイト、こんにちは、ナイストです。元気ですか皆さん。今日は久しぶりにコンビニに行きます。そう、久しぶりにと言ったんですけど、もう1年半あのコンビニに行ってないです。なぜかというと日本にいなかったからですね。まあそれはそうですね。だからもう1年半ぶりコンビニに行きます。すごく楽しみにしています。まあコンビニを楽しみにしているというより、コンビニで売っているものを楽しみにしています。はい、このね、4つのものをいつもコンビニで買っていました。日本に住んでた時に、この前はね。そう、この4つのものを絶対食べたいです。もうコンビニに行ってすぐ買いたいですよ。はい皆さん思い当たりありますか？めっちゃ簡単なものなんですけど、そう、でもすごくあー食べたいです。はい、ということで今はコンビニに行きます。で、一応ね、今隔離中の期間なんですけど、まあでもあの食事とか用意されてないし、まあ、自分で買わないといけないんですね。だからあの、まあ、コンビニ行くしかないです。行かないと餓死で死んじゃいますはい、だから、今からコンビニに行きますね。まあでもね、行くときに気をつけます。マスクちゃんとつきますし、あのアルコール消毒もちゃんとやりますし、あと、まあ、人と接触しないようにします。まあ接触する人もいないし、はい、だから大丈夫だと思います。あとはめちゃくちゃ今早いので、朝の6時ですなんか今日めちゃくちゃ早く起きました。4時に起きましたね。だからもう今行こうかな。だからコンビニには多分人いないと思いますね、店員さん以外にということで朝ごはんを買いに行きます。イエーイ。何を買うかな。一番食べたかったものは、私聞こえてるかな、味噌汁かな。そう、味噌汁たくさんありますね。私は何を選ぶかと思いますか。ホテルに戻ったら見せます。おお、あとめちゃくちゃ食べたいもの見つけました、この辺で。どう思いますか。なんだろう。はい、皆さん、とりあえず一番楽しみにしてたあの3つのもの、そう、買いました。あ、買ってないですまだ選びました、見つけました。で、もう一つはあの見つけなかったんですけど、なんかないんですね。でもその代わりにまだ食べたことないものを取りました。なんだろう。だからな、今日は、まあ、ちょっとチャレンジします、うん、じゃあお会計に行きましょうか。はい、皆さん、ホテルに戻りましたし、外の服から着替えましたし、お湯も沸かしました。はいじゃあこれからね、あの私は何を買ったか、コンビニで何を楽しみにしていたか紹介します。皆さんびっくりするかもしれないですねこんなにね普通なものです。じゃあ、 あのコンビニで一番最初にあの味噌汁のカウントに行きましたね。じゃあ何の味噌汁を買ったか、これです。はい、この味噌汁が一番好きです。あのこの味噌汁というよりなんかアサリが入ってる味噌汁が一番好きですね。そしてアサリね、こんな感じでね、ワーコムに入ってるアサリはめちゃくちゃ可愛いんですよ。こうやっぱり日本はあの細かいところまで全部なんかするんですね、作るんですね。ちょっと少ないのは残念ですけど、危なかった。キレ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 。で、お湯入れます。あれ間違った。こういう電気ポットになかなか慣れないんですね。ここで、ね、あのお供えできないです。で、味噌汁はまだ熱いのでちょっと冷えるまで待ちます。よし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 。あ、じゃあ次のもの、これです。はい、あ、捨てちゃったまあいいか。そう、ツナマヨネーズにしました。なんか実はね、あの初めて日本に行った時に、結構前で、あの留学の時、あのツナマヨネーズの良さ全然分からなかったんですね。そう、なんかツナマヨネーズなんかおかしいなと思いました。で、ずっと食べなかったです。あのいつもなんか鮭おにぎり食べたんですけど、違う留学に来た時にツナマヨネーズまたなぜか食べてみました。食べてみてめっちゃ美味しいと思いましたねだからその時からもこのツナマヨネーズが一番好きですね。 あとは面白かったのは、結構前の留学の時に、普通のマヨネーズはなぜかシチキンマヨネーズという名前だったんですね。まあマヨネーズがついてたかどうか覚えてないんですけど、シチキンという名前だったんですね。で、
私は思ったのはチキンはチキンだと思いましたね。なぜかおかしいでしょう。その後はあの友達にこれはチキンじゃなくてツナですよと説明されました。でその時は私は恥ずかしかったです。次行きましょう。次はナットです。ナットはね初めて日本に来た時に好きじゃなかったんですね。そうなんか食べてみて違うナットだったんですけどなんか、微妙な感じだったんですけど、で友達にあのこのナットを食べてみてと言われました。これ食べてみて美味しかったです。このナットをしばらく食べて、でその後はもう他のナットにもチャレンジしてみて、でナットの様子を分かりました。だからこのナットからあのナットへの愛が始まりました。さあだから今回もあのコンビニにこのナットがあってよかったです。嬉しい。久しぶりに食べてみます。とりあえず全部出して全部なんか朝食って感じであの食べます。で次にねあの私まだ食べたことないものを出します。チャレンジするものなんですけど、一応ねあのもずくを買いたかったんですね。もずくを買いたかったんですけどもずくはそのコンビニになかったんです。だからもずくの代わりにこういうものを買っちゃいました。タタタタン、これです。ところてん皆さんはこれよく食べますか？ゴミの匂いがします。ラー油とからしね。ほう、からしもたっぷり入れます。どのくらい必要かわからないので初めてだから、イエイ。おー、面白い。本当にゼリーみたいですね。そして納豆もいきましょう。あとね、卵があればね、卵買った方が良かった。ここに卵、生卵入れて混ぜて、あー失敗しちゃった。あ、いや、今度そうします。じゃあ皆さんどこから始めればいいかな、迷います。味噌汁から始めます。味噌汁はね、うわ、めちゃいい匂いします。あー、この味は懐かしい。あら、わあ、これ最高にうまい。他に言うことはない。なんかベラルーシに住んだ時にあまりシーフードとか食べなかったんですね。なぜかというとベラルーシは海はないんです。だから全部輸入品なので高くて、アサリも最高。まあ、日本に来てこれからもシーフードたくさん食べます。楽しみにしてました。あー、皆さん味噌汁で乾杯おかしいと思うんですけど、でも最高です。じゃあ次行きましょう。なんか思うんですけど納豆をスプーンで食べた方が食べやすい。うまい。この種もすごく柔らかくて美味しい。ソースも最高にうまい。相性は抜群。このねネバネバはちょっと嫌ですけどしょうがない。これめっちゃうまい。じゃあ味噌汁飲んで、そしておにぎり食べます。よしゃー。私はね、こんな、あれなんかセオネルームは放送を変えたか、前はここで繋がってなかったんですね。これ結構前だと思うんですけど、あれなんか前はね、ここでこの袋がここで残ってたので手でおにぎり触らなくてもよかったんですけど、今はこれ手で出さないといけないんですね。ちょっと不便になりました。まあいいや、家だから別にいいんですね。外だとなんか食べにくいんですけど、じゃあいただきます。おにぎりさん、のりもいい感じですね。サクサク、美味しいです。やっぱりね、日本の米と日本の海苔とチキンというツナとマヨネーズは、そういうね組み合わせは最高すぎる。誰が考えた？考えた人は天才じゃないですか？天才と呼んでいいですか？いやー、美味しい。これね、やみつきになる味もなったんですけど、私にとってこれ一気に食べちゃいます。で、おかわりも食べたくなりますね。皆さんの一番好きなおにぎりは何ですか？あ、ちなみに私は前はね、おにぎりにチャレンジしたことあります。もしあのまだ見てない方いれば、あのよかったら見てみてください。まあ、こっちのおにぎりの方が美味しいです。確実に。残念ながら頑張ったんですけど、
あ、皆さんおにぎりを一気に食べちゃいました。美味しかった。じゃあ今からこれね、あの新しいものにチャレンジしてみます。あのちょっと少なめでちょっと遠いんですねいらないかもしれない。いきます。美味しいじゃん。意外に美味しい。意外というか普通に美味しいです思ったより美味しい。なんかね、あのタレの味が強いんですね。タレとこのここに入ってる水、このゼリー自体はなんかあまり味がないですね。今気づいたんですけど、麺と同じようにすすったんです。多分食べ方は違うと思うんですけど、なぜかそう麺に見えるから思わずにすすりました。食べ方も違ってたらごめんなさいね。どうなんだろう、この食べ物をすすらないかな。でも色もすごく綺麗ですね。なんかすごく透明感がすごい、ちょっと酸っぱくてなんか醤油の味がしますね。からしの味全然ないんですね。たくさん入れちゃったけど、うん、幸せです。こんなにね長い時間食べたかったものを今日食べました。ちょっと信じられないなんかねベラルーシとかロシアで買えないので、で今は日本に行って、あの好きな時間に好きな時に食べたい時にね、こうやって普通に買いに行けるのはまだ信じられないですはい、嬉しい。これからね納豆もたくさん食べて、いろいろ食べて幸せになります。これね、あの肌にもいいらしいんですね。前はね、あの納豆がまだ好きじゃなかった時にとりあえずね、あの健康と肌のためにまあ月に1回くらい食べようかなと思いましたね。好きじゃないけど我慢して健康のために食べないといけないと思ったんですね。でなかなかうまくいかなかったんですね。なんか私が選んでた納豆はあまり美味しくなかったかな、あるいはまだ慣れてなかったからかな、わからないんですけど、でもこの納豆を、食べてからもう普通にね健康とか肌のためじゃなくて普通に美味しいから食べ始めました。いい出会いでしたこの納豆とじゃあこれねちょっと食べ終わらないと。はい、納豆も食べ終わりました。次はこの謎の納豆の名前忘れちゃったゼリー食べます。はい、完食です。おー幸せです。私の胃も幸せです。あの他にもね、あのまだ食べてないけど食べたいものがたくさんあります。それまで皆さんに今度いつか見せたいと思いますね。皆さんも私は今日買ったものが好きですか、コメントで書いてくださいね。動画少しでも気に入ったら、あとこのものもね私と同じように好きであれば高評価とチャンネル登録お願いします。また会いましょう。パカパカ。